こんにちは、フィッシュマンの小野ちゃんです。第2回フィッシュマン TV ライトゲームディビジョン、本日は能登島に来ています。今日のアングラーは西村くん、お願いします。おはようございます。フィッシュマンフィールドテスターの西村です。というわけで今日は2人してこの石川県は能登島やってまいりました。ですね、今ですね、時期的にカサゴとかタケノコメバルなんかのライトゲームがすごく面白いらしいので、今日は僕はこれはビームスインテ 79UL、 小野さんは？私はビームスローバー 73L で挑戦してみたいと思います。じゃあ今日一日よろしくお願いします。お願いします。頑張りましょう。西村くん、西村くん、今日はどんな魚が釣れるんでしょう？今日ね、多分ね、タケノコメバルっていうすごい低い魚と、あ、カサゴだね、時期だから、うん、ここね、こう海藻がいっぱい生えてるから、その海藻の影にいっぱいね、魚がついてるの。それをね、こうライトルアーでそこそこっと狙っていくの。じゃあ今回使用するタックルを紹介しますね。こちらビームスインテ 79UL にP は 0.65、 ちょっと細めかなと思うんですけど、その代わりにリーダーがこれが16ポンドが 3m、 ロングリーダーでついてます。もう竿1本分、2本分ぐらいで、この藻場の根ずれを回避しようと思います。で、ワームなんですけど、こちら2インチぐらいのホグ毛のワームをオフセットフックのジグヘッドで装着して根掛かりを回避して、この藻穴を狙っていきたいと思います。ですね、ここ水深は結構 3,4 メートルぐらいあるんじゃないですかね。ボトムがうっすらとしか見えないんですけど、そこからすごい駆け上がりになっていて、その駆け上がりに全部海藻が生えてるんですよね。その海藻のどこかにやつらは潜んでるんで、それをまずはこの、まあ、3.5 グラムのジグヘッドにワームつけてるんですけど、キャストしてボトムを取って、そこから斜めに下から順番に探っていきたいと思います。魚出るかな。今ちょうどこの藻際の影のところからヒュッと顔出してきたんだけど、まだいるかな。この本田原って海藻も下から上へ向かってまっすぐ伸びてくる草なんですよね。だからこう藻穴って言って、すごい垂直な穴がいっぱいこう出るわけなんですよ。こんな感じで、これを上から下からこういう風に下からずーんと生えてくる海藻がいっぱいあるんですよ。それをこうやって縦に落としながら巻いて、おっ、落としてる最中に出てきましたな。ちょっとびっくりしちゃったね。今タケノコが出てきた。落としてる最中にもうなんかヒュッと出てきて、ヒュッと返ってる。早いな動きは。今オフセットのジェグヘッドを使ってるから、こう藻に引っかかることも少ないので、結構ダイレクトに藻の上にワームを乗せられることができるんですよね。だから、あ、ここがいいかなっていうところなんかではもう藻の上にワームを置いちゃうんですよ。そういうことをしているとすごくラインが傷つきやすいんですよ。よく根魚釣る人って P ラインを嫌がってフロロの太いラインとかよく使うんですよね。でもそうすると実は結構キャストしづらいんですよ。やっぱり P ラインの方がキャストはしやすい、でも根ずれには弱い。なんで僕がよく使ってるのは、このフロロのリーダーをものすごい長さを取るんですよね。超ロングリーダー。そうすればこうやって藻に引っ掛けてでも P ラインが藻に当たるわけじゃないから、あまり痛みを気にしないで済むんですよね。今この岸際にちょっとポカッと開いたこういう風な藻穴があるんですよね。こういうところ、こういうところ、こういうところなんかも実はマメにチェックした方がいいんですよね。意外とですね、こんなところにもいたりするんですよ、魚。こうタケノコメバルって本当に
藻の中に突っ込んで生きてる魚なんで、人間からまるで見えないんですよ。なんでいるんじゃないろかって思ったところはもうこうやって徹底的に探っちゃう。キュッと入れる、藻に引っ掛ける、ちょっと待つ、いない、出てこない、なんか後ろで釣ってる小野さんがなんかキャーキャー反応しているけど釣れたのかな。あ、お、小野さんの具合はどうかしら。そういえば小野さんの方をちょっと見てこようかな。よいしょ。そうそう、ワームの乱れは超過の乱れ。ワームまっすぐついてること、フックポイントちゃんと隠れてること、これまめに注意してこう手直しした方がいいですよ。あれ、ワームの先っぽがちょっと削れてる。フグがいたっぽいっすね。気づかなかったな。フグいるっていうことは水がいいっていうことですよ。ま、今日の教訓、ワームの乱れは超過の乱れ。最近のワームってこの汁がついてるワームが多くてですね、手が滑ってね、リグりづらいんですよ。なんで前日にリグったジグヘッドとかテキサスリグを用意しとくといいです。現場で苦労しません。で、まっすぐ刺すように努力する。まっすぐ刺すように。フックポイントもギリギリかすめて出るぐらいがいいかな。で、ワームの先、ワームの中に先っぽをちょっと隠してあげると、僕のリグり方はこんな感じ。オフセットのジグヘッドで先っぽを出して、フックポイントがほんのちょこっとだけ隠れてるんですよ。まっすぐでしょ。ワームの乱れは超過の乱れ。ワームはまっすぐつけましょう。急がず慌てず段から降りてやってこよう。風強いからね。小野さんどうだった、釣れそうだった。いえ、2バイトあったんですけれども釣ることができなかったです。残念で今ね、こうやってすごい向かい風になってきて、はい、ちょっとここでの釣りが辛いので風浦へちょっと移動しましょうか、はい、この能登島って島になっているから、うん、どっちから風が吹いてもどこかに必ず風浦がある。お、東西南北、うん、そう、東西南北どこでも釣れる、どこでも釣れる素晴らしい島、夢の島、釣り人の。というわけでちょっと風浦の方へ移動しましょうか、はい、というわけでですね、ちょっと能登島は風が強くなってきたので、今こう今度は風を背負えるポイントに移動してきたんですよ。港なんですけど、今回は岸壁なんですよ。さっきはこう堤防の上からやったけど、今回は岸壁で、こんな感じでね、ほら岸壁からすごいいきなりストーンと沈んで、そこから海藻が山ほど入ってるでしょ、縦に。これ全部このボトムに生えてる白く見えるの、これ全て本田原、下からずっとこうやって生えてるの。お魚の高層マンションがここに立ち並んでるの。これを今度はさっきはちょっと投げて持ってきたけど、今回はこの高層マンション上から縦にこうやって、そう、レフトアンドフォール、ルアーを落としてこう落として持ち上げてこう、これをやってみましょう、はい、で、この物の中だけじゃなくて、この岸壁際もこういうところも狙いましょうね、はい、こういうふうな岸壁際に生えている物のところにもやっぱり隠れてたりするから、そういうところをちょっと丁寧に打っていこうか、はい、じゃあ頑張ろう。風も強くなってきてね、なんか小野ちゃんもね
これ。寒くなってきちゃいました。耳当て可愛いの。あったかい。僕は冷たいです。じゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。漁師さんの網があるので迷惑かからないように、それとか狙わない、引っかけないように気をつけましょうっていうんじゃなくて、狙わない。漁師さんの仕事場ですからね、漁港っていうのは。こんなね、船の横なんかをね、少しだけね、狙わせていただきますよ。このね、港の一番角、角は激戦区なんですよ。すすす、出てきませんね、魚さん。よっしゃ、オンタンヒット。え、も、え、潜られただけ。どうやって。あ、まだなんかいる、臭い、入られた。うん、まださっき引っ込んで、あ、でももうね、化けしたかな。出てこう、寝化けしたかな、外れて。寝魚に潜られた時はね、グリップパッチ、グリップパッチ、魚を失神させるぐらい。意外とね、抜けてくるんだ。うん、お、ほら、来た来た来た。よっしゃー、なんとやっちゃったこれがタケノコメバル。ほら、すごい色。ほら、この本田原の色に化けた色、すっごいね。メバルって名前がついてるんですけど、この畑を思わせるこの面構え、これが魅力ですよ。まだこんな形で1匹目が釣れるとは思わなかったね。いやー、すげー、2人の協力今のを説明しますとね、小野ちゃんかけたんですよ、バイトを。そしたら根に潜られて根がかりだって言ってるんですよ。で、いや、そんなはずはないなと思ってロッドを渡されて触ってみたら、あれ、生命感があるぞと。で、根魚に潜られた時って今みたいにグリップを叩くんですよ。そうするとやつらこう、うわ、やめてくれ、やめてくって感じで失神して出てくるんですよね。で、出てきたらラッキー、あとはもう巻き取れ、巻き取れ、巻き取れって感じで取れたね。イエイ。じゃあこれを持って、はい、カメラの目の前。西村くんがやってくれました。二
二人の共同で7か1匹取れちゃいました。嬉しい、なんか微妙に嬉しいな。やりました。いえ、で、その沖のモアナで、モアナへ持ってきて落として待つ、落として待つ、出ない。持ってきて落として待つ、出ない。このモアナの穴打ちって要はピン打ちですよ。フィッシュマンの他のロットでもそうですけど、やっぱりピン打ちって言ってるけど、一つ一つのモアナを全部こうやってピン打ちしちゃうんです。水はベタな、ベタクリア、ベタなぎ。結構ここドンブカなんで、この駆け上がりについてるこのホンダワラを下から順番に攻めていきたいと思います。一番深いボトムのところからこのホンダワラの壁をスルスル上へ持ってくるって感じですかね。ボトムにもホンダワラ生えてるのかな、黒いな。へ投げてボトムへつけて、そこからこのホンダワラの壁を登らせる、下から順番に攻めてくる感じですかね。これでちょっとここを欄干してみたいと思いますよ。風は追い風。あー根にも送ってよっしゃ。うあモダンゴー、モダンホーク、おりゃー、お、タケノコ、あ、タケノコですね。やりました、やった、タケノコ取りました、やったやった。ちょっと小ぶりですけどね、嬉しいな。やったね。サイズ的には全然小さいんだけど、能登半島のメバル、タケノコメバル、やった、嬉しいな。勝ち歩き、じゃリリースします。じゃあ今日ね、時間的にここがラストのポイントかな。本当ですか。だからね、ここでね、頑張ってね、釣りたいね。そうですね、なんとか一匹頑張ろう。
よ、来た。よっしゃ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 。あ、黒鯉でかい。黒鯉、黒いいサイズ、きれい、魚も大きい。初めてのコメバルゲット。さあ続こうよ。3秒ぐらいバイト待ったのに。というわけで、暗くなって夜がやってまいりましたよ。はい、夜の部スタートですね。そう、夜の部でこうやって漁港の街灯、常夜灯のところにこう夜になると浮かんでくるメバル狙おう。メバル、メバリングですね。そう、メバリング。僕はね、これ使おうと思ってる。これがね、2.1g のフローティングミノ、3.5cm、 こんなちっちゃいので、小野ちゃんが使うのがこれがね、4センチぐらいの、3グラムぐらいのミノ、はい、これライトタックルでやっちゃおう、はい、よし頑張ろう。シバスがついてきて焦った。小野ちゃんそれシンキング？うん、じゃあもう、あの表面ついてこないなと思ったらちょっと沈めてもいいかもしれない。というわけで、まだちょっと水面まであまり浮いてこないんで、この同じルアーをシンキングに変えようと思います。よいしょ。これね、リッチ35 F を使ってたんだけど、これはリッチ35 SS スローシンキングに変えて、ちょっと下のレンジまで入れようかな。スローシンキングあれだ、あれだ、今度ね、フローティングだったのをシンキング。
結構取れますよ。まあ暗くなってまだすぐですからね、これからもっと湧いてくるんですよね。この昼間藻の中に隠れていたやつが夜捕食のために浮いてくる。ほら今パシャ言うた。来たよいしょ、はい釣れましたね。やりました。本当に。よいしょ。そうそう。メバルってね、ヒレに毒があるから、あんまりこうかっこよく持とうと思わないで、フィッシュグリップ使いましょう。こうやって。あ、ルアー取れた。よっしゃ。よっしゃ。よくすっと、はい釣れました。えへへ、3匹目ね。サイズはね可愛いけれど、こういうのいっぱい釣れるんで楽しいですね。新編、エビの形の新編、こんなの後ろからばっかり。めっちゃあっさりさっぱりしてるのに味がちゃんとあるんです。ほら来た。よくすっと。はい、4匹目。ほら。きっちりここ横から食ってるんですよね。下からルアーだからこっちのフックがかかる。ほら下から食い上げてくるんです。パクッと。ほら背中が青いブルーバック、ほら黒くないの。こんなに小さいのに頑張ってるんだね君。じゃあ今後も頑張ってください。次じゃ倍のサイズになってからまた釣れてください。イギリ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 、自分の手を釣れた。はい、ありがとうございました。イエー、ちょっと見直した。ちゃんと釣ったりです。ほんとね、このちょっと沈めてこのモノツラをねずっと舐めてる。こうやってで、たまに止めて止めて、今ちょっとバイトしたけど、ね、ほら、ほら、あ、今竿先見えた。食ったの。ちょちょっと。もったいなかったな今。ちょうどね今右から左に風が、あ、左から右に風が吹いてるからラインがこうやって流されちゃうね。そのラインの流されでルアーも一緒に向こうへ流されてるから、こっちへ巻いてきたと思ったら止めるとルアー向こうへ流れてる。だから魚の口に向かってインしちゃう。こう魚がルアーを後ろからついてきたのに、ただそのまま巻いてるといつまで経っても食わないんだけど、そこで風でヒュッとよれたりするとパクッと、その瞬間のバイトを取る。はい、お疲れ様でした。昨日今日の2日間この石川県は能登島を舞台に、僕と小野ちゃんの2人で今流行りのライトゲームいろいろ頑張ってみました。で、そうですね、タケノコメバル、小野ちゃんがでっかいの釣りましたね。僕はなかなか頑張ったんですけど、ちょっとちっちゃめだったけど釣りました。あとは夜漁港の常夜灯のメバルゲーム、
これは面白かったです。すっごい面白かったです。で、その今ねここに並べたんだけど、今日使ったタックルはこれビームス認定 79UL、 これ1本で 1g 台から 10g 台までをカバー1本でカバーできてしまうライトゲーム用のロッドなんです。もうライトゲームっていうといろんなルアータックル揃えなきゃいけないけれど、いろいろ揃えたって釣り場に持っていけるのはたったの1本なんですよ。だとしたらもうその1本で全てをカバーできるロッドがあればタックルがあればそれだけで1日楽しめちゃうんですよ。で、今回はこのベイトフィネスリールもシマノさんのアルデバラン BFS のローギアを使いましたね。これに P の 0.65、 あとはこの P0.65 を一切巻き替えずにリーダーだけを交換して 1.2 号のメバル用から3号のキジハタタケノコメバル狙い用のタクルをこれ1本で構築しました。使ったルアーもですね、一番軽いのは 0.9g のジグヘッドにワームをつけたやつから重くて8g ぐらいのシンキングペンシルとかを使って、あとはこれ 3.5g のゼロダウンシンカーをつけたこのジカリグってやつですね。ここら辺をメインにこの2日間遊んでみました。いい結果が出ました。皆さんもこのビームス認定 79UL 持っていろんな日本各地フィールドがあるので、これから春過ぎてすごく暖かくなってくるといろんな魚種釣れると思います。ぜひ皆さんこの1本を持ってそこら中漁港、浜、磯、いろんなフィールドで楽しんでみてください。それじゃあ今回のフィッシュマン TV は西村仁と小野千恵美の2人でお送りしました。ありがとうございました。